テレビで言いたいことを言っても嫌われないのがすごいと、カンニング竹山47を以前から高く評価していた三輪明宏さん83。そのうち九山と異色の対談が実現。幅広く活躍する才能を持つ大先輩が竹山に授けたアドバイスとは？三輪、私と対談するなんて不思議だと、そう思いにならなかった？竹山、はい。最初マネージャーから話を聞いた時は驚きました。でも、三輪さんと対談するんだと妻に話したら、三輪さんってあの三輪さん？なんで？間違ってるんじゃないの？って。一番驚いていました三輪。惚れられてるらしいって言えばよかったのに、かっこ笑い竹山、いやいやかっこ笑い。初めてお話しさせていただいたのは、三輪さんがレギュラー出演されているありえへん世界テレビ東京系にお邪魔した時です。三輪、もう7から8年ぐらい前になりますね。実は竹山さんの履歴を全然存じ上げなくて、私は面白いと思った方の人生に興味があって、その方の過去の歴史を詮索するのが趣味なんです。どういう方なんですか？竹山、僕は東京で芸人になろうと思って19歳で福岡県から上京。そこで小学校の同級生、子、中島忠之さんとカンニングというコンビを組むんです。それから10年ぐらい売れないまま、東京でやっていたんですけど、30歳ぐらいから漫才ネタで怒ったりすることが受け出して、なんとなく仕事が上向きになってきたんです。でも34歳の時、相方が白血病になって36歳で亡くなりました。そこからはずっと一人でやってますね。三輪、その方は今でもずっとあなたを守ってらっしゃるわね。竹山、その相方の息子は今年で中3なんです。うちは子供がいないので、その息子と一緒にキャンプに行ったり旅行に連れて行ったりするんですけど、疑似父親体験みたいで楽しいですね。三輪、お優しいのね竹山。いやいや、こっちも楽しいし勉強にもなるんです。三輪、とても素敵な物語じゃありませんか。竹山、そういう感じで来てます。かっこ笑い。三輪、竹山さんは普段から政治や経済などに特別な興味をお持ちなのですか？竹山、もともと嫌いじゃなかったと思います。小さい頃からニュース番組を見るのが好きでしたから、実は以前からコメンテーターのオファーがあって番組でやってみたのですが、なかなかうまくできなくてクビになったりもしてるんですよ。その後、ラジオ番組で週1回3時間のニュース番組を持たされたことがあって、そこでかなり勉強しましたね。それまでは新聞もまともに読まないような生活をしていたので、三輪、お忙しくてそれどころじゃなかったのでしょう。竹山、まあそうですね。ラジオの報道スタッフに鍛えられたというか、そのあたりからニュースが面白くなっちゃって、政治って難しく考えるけど、政治の世界も芸能と同じだな、とか、芸能スキャンダルと同じように捉えれば、すごくわかりやすいな、とか。三輪、政治も芸能も、水木しげるさんの漫画に出てくるキャラクターのように、置き換えてみると、わかりやすくてなんてことないんです。総理大臣や代議士、役人たちを漫画として捉えてみると単純なことなのに、ジャーナリストが筆を入れるとあたかも複雑で難しい観点で見ざるを得ないようになる。その点、竹山さんはわかりやすくコメントされていますね。竹山、ワイドショーでコメンテーターの仕事をするうちにテレビがものすごく楽しくなってきたんですよね。ワイドショーってもっと面白くならないかな、何か変えられないかな、とか。三輪、それはすごいですね。例えばどういうことですか？竹山、先日も東京の JR 中央線が止まっているというニュースを朝のトップニュースでやっているんです。
受験生や通勤客は大変でしょうけど、停電して新宿東京間が止まっているだけなんですよ。これは全国の人には関係ないし、前の日の沖縄の県民投票をやった方が面白くないかってスタッフに言ったんですには、ディレクターもプロデューサーも大変ですね竹山、ただもう少し勝負してもいいのになって。一方で、僕はコメンテーターになろうという気はないんですよには、そうでしょうね竹山、本音を言うといつクビになってもいつ辞めてもいいと思っているんですには、それはご自身のレパートリーを増やすだけでそこに定着するお気持ちがないから。仕事のレパートリーを広げるだけだから、こっちがダメになったらこっちがある。あなたにはそういう余裕が終わりになるからでしょう竹山。僕は11年前から単独ライブを年に1回4日公演ぐらいでやってるんです。2時間ちょっとネタを作って喋るんですけど、その舞台が主軸にあるから、それが僕の本業なので、コメンテーターをやって他人に何を言われようがこれは本業じゃないから思いっきりできるというか。いつ辞めてもいいし、僕これ本業じゃないですからというのがあるので、気を使わずにおかしいと思うことにはおかしいと言おうと、疑問に感じたことはちゃんと言った方がいいと思ってるんです。みは余計なことですけど、本業じゃないとおっしゃらない方がいい。自分の持ち駒の一つという方がいいです竹山。はい、みはレパートリーが広いですから、守備範囲が広いですからとおっしゃっておくといいですよ竹山。わかりました。